命に感謝していただきます。まあいいか、これでいいか。まあこれをこのままがっつり食べないです。これから今はすぐ食べないけどね。スーパーで買ってきたら綺麗でしょ。スーパーのやつってこれ綺麗なんですね。これ綺麗なやつしか多分出せないんですよ。まっすぐな。これが A 級品ってやつですよね。曲がったりすると B 級品になってスーパーに出さなかったりとかするんですよ、きっと。まあ、30センチ。30センチぐらいあるね。まあ、ゴーヤー久々に食べたかったっていうのもあるし、ちょっとゴーヤーの種を取りたかったんですね。だからちょっとこのゴーヤーの種をですね、今から。切れますね、これでも。それで種をね、種を無駄にしたくないわけですよ。どういうふうに切ってやろうか。まずこれをこう切っても種にいっちゃうからね。多分こういっても種にいくでしょう。一番いいのは、やっぱこういくしかないかな。いくつか、種にね、入っちゃうけど、まあ、それしょうがないね。それが、この、こっちからこう、サイド、皮の部分行って、こっち、皮の部分行って、パカみたいなのできたら、それやってみようか、最初。行くか、下まで。よいしょ。終わる。で、今度は。逆側を、そうすると端っこにあるやつにはもしかすると、野菜を切ってる音じゃないか。これは沖縄県のゴーヤって書いてた。大成功じゃないですか、ほら。あんま種入ってないよ、これ。あ、入ってんのかな、これ。なんかいつもと違うな。なんかわかん、なんでかわかんないけど、なんか種がね、
これ多分種だと思うんですよ。あ、種ですね。ただ、こういう、なんかこう、なんつうの、中のこの、ふわふわが、まとわりついてる。かなり。いつもの。結構あるかもしんない、これよく。ちょっと待って、とりあえず、これでガッと出しましょうか。あれ、こんな。1本からね、何個取れるのか。もうお腹ね、完璧に治ってるんですよ。治ってるんですけどね、この前も1回完璧に治って、で、1回外したんですね。もう、外してあげたいじゃない。で、外すと、もちろん舐め出すんですけど、舐め出したなと思って。あれ、いつもこんなんついてるね、周りね。こんなんやったっけ、いつも。あれ、いつもこんな感じになってたっけ、こうやって。まあ、こういう、ね、種を取り出すっていう、こういうやり方を、まあ、してないからあれですけど、これで全部取れました。これはね、カットして、まあ、味噌スープに入れたり、で、これが今から。要はこのね、こういうこの、これがついてないです。これがかぶさってると、発芽しないんですよ、本来だったら、自然に。あ！なんかあれかもしれないね。まだそのほら、種がなんかね、なかなか柔らかい。なんで？最近まあいろんな種をさ取ってきたけど、この種が一番なんかまだこの種って大体種の周りにいろいろついてんじゃないですか、なんかぬるぬるしたやつとかね、あれが要は発芽させないような、なんかこう成分を含んでいるらしいんですね。自然界ではそれが太陽に当たったり雨に当たったりとかして、どん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 なくなっていって乾燥してっていう感じなわけですよ。でも大体ぬるぬるしてるのが大体多いけど、これはまあ、ぬるぬるではないけど、この綿みたいなのが湿ってる状態ですね。まあ、ゴーヤの種類とか大きさとか、まあ一つ一つね、個性があるんで。まあ、フィンガーライムもそうだったけど、その1個に対して種が何個って大体決まってんのかなと思ったけど、決まってんの、見てこれ。
大体スーパーで買ってくるでしょ、ゴーヤをね。で、栽培するでしょう。まあ、栽培じゃないか。まあ、種を植えるんですけど、大体発芽するね。しかもね、なかなか発芽率がいいっていう。でもやっぱり、農協とかで買ってくるじゃないですか。ゴーヤの種を。やっぱその方が、やっぱ発芽率はなぜか高い。理由はわかんないけどね。スーパーのも確かに発芽はするんですけど、まあ、農協に比べると発芽率は低いような感じはする。ちょっと待って、トイレ掃除してくれ。とりあえず、続きはまた。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。